MV50 をキャビネット別で使ってみてどんな音がするかっていうのをやってみようと思います。コントロール、ゲインが9時方向、トーンが12時方向で、ボリュームが11時くらいかな。フルで鳴らせる状態にしたらどうなのかって、今回は、ブゲラの、キャビネットを用意しました。まあ多分一番安く買える12インチ2発のキャビネットだと思います。スピーカーはブゲラのオリジナルモデルが入ってるそうなんで、まあ、どんな音するかは分かんないんですけども、まあ鳴らしてみます。
器はもう大体みんなエフェクターで音を作って、でその中でサウンド作りとか全体のトータルバランスみたいなのを作っていくんだと思うんで、いきなりここでねこんだけ音作っちゃうってことはあんまりないかもしれないですね。じっくりねサウンドをこう練り込んでる時間がない時とかは結構便利かなと思います。はい、ということで次はブティックの方いきますか。はい、まずブティックをちっちゃい方へ。もうね、原因が全然違うんですよ、ロックと。さっきのロック結構音でかかったんですけど、ブティックね、そんな音大きくない。今全部で12時方向です。ロックの音だとね、なんかしょぼく感じますよね。でも音の素性はすごくいいです。こう絞った時のサラサラ感とか。方向ぐらい、ボリュームも2時方向ぐらい
なイメージでやるとこんな感じ。これだと結構なものが滑ってる。